とは。ね、香川真司。ここ数年うまくいかない。でも香川の場合結構さ、もうドイツでは遊んでんの有名だったじゃん。だってね、前木崎さんが、あのレオザーフットボー TV 出た時教えてくれたけど、あのドイツのさ、そういうクラブでさ、香川が女の子たちとイエーイみたいにやってるの普通に出てて、でも日本のメディア、そこのキュレーション能力、まあドイツのクラブの情報までね、検索できないから、別に取り上げてないみたいな。香川も別に隠してるわけじゃないみたいな。そのぐらい遊んでるか、もしかしたら、そういう、なんかこう、若い頃にさ、そういうフィジカル、このケアみたいなのちゃんとしてなくてもいけちゃった選手って、晩年さ、急に落ちるっていうじゃん。その代表例なのかなってちょっと思っちゃうんですけど、でもそれはもう香川しかわからない。で、香川も調子戻ってないとか、この今落ちてる状況だから、香川もわかってない可能性あるから、今の僕のも全部予想っすよ。他のさっきのマドリーのこの、初期配置、二次配置がこうみたいな話ぐらい自信ある話じゃないです。ただ、まあ、状況証拠的なところを集めると、こういうパターンあるなって思いますね。そう、アザールもそのパターンかなってありますね。